みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は、お知らせの動画でございます。お知らせです。何をお知らせさせていただきたいかといいますと、バンドが始まりました。始まりましたというか、バンドを組みました。すでにご存知の方も多いかもしれませんけれども、YouTube でドラムレッスン動画を配信している池脇さんと、あと、ベースレッスン動画を配信している久保さんと3人でですね、ステレオキッチンというバンドを組みましたというお知らせでございます。ぜひともチェックをしてみてくださいませという感じですよ。で、今日、ちょうど今日、2014年の4月9日に、ですね、ステキチ .jp というアドレスでですね、やっとホームページが公開になりましたので、そちらも合わせてチェックしてみていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。HTML が苦手な私がですね、ほんまもう、本当もうここ2週間くらいずっとつきっきりで、やっと作り上げられたという感じですね。本当はもっと早く完成させたかったんですけども、すげえ時間かかったです。iPad で見てみると、まあ、こんな感じで、まあ、いわゆる普通のホームページという感じになっていますので、よかったら見てみてください。読み物的なところもちょこちょこあったりとかしますし、あと、ステレオキッチンそのもの自体で、YouTube アカウントと Twitter アカウントとか、サウンドクラウドアカウントとかいろいろ取ったりとかしてですね、このホームページの方に集約させておりますので、まあ、よかったらチェックしてみていただけると嬉しいなという感じです。基本的に、まあ、あんまりライブとかはやらずに、ウェブ活動といいますか、まあ、なんかこういうね、ホームページの中で動画を配信したりとか、音源を配信したりとか、なんかそんな感じでのほほんとマイペースでやってみようかなと思っておりますので、よかったらチェックをしてみてください。で、このバンドの中で僕は普通にこのボーカルといいますか、まあ、歌を歌っているわけなんですけれども、ね、僕はそのご存知の方も多いかと思うんですけれども、そんなに歌がうまくないんですが、まあ、このバンドの中ではどういうわけか歌を歌っていると。で、まあね、さすがにこう何回も何回もリハに入ったりとか、たくさん歌う機会があると、自分で言うのもあるんですけど、着々と歌が上手くなっているなというのもすごくありつつ、まあ、まだまだ全然この下手の段階なんですけれども、いい感じでこの僕もボーカルレベルみたいなのが上がってきておりますので、その辺の成長っぷりもですね、この楽しみの一つとしていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。もちろんそのメンバーの個々の演奏力とか、そのバンドの完成度とかね、なんかそういったところも楽しんでいただければいいんですけれども、僕個人としては結構この歌の成長しぶりが見どころかななんて、見どころというか、まあ僕自身が楽しみにしているという感じですね。まあ、そんなステレオキッチン始まりましたので、よかったらホームページ、その他、Twitter、YouTube アカウント、サウンドクラウドなんかの音源、あとグッズなんかもいろいろあったりとかするので、よかったらチェックをしてみてくださいませというお知らせでございました。短いですけれども、とりあえずまあホームページの方でまた会いましょうということでございます。ステキチ .jp、要チェケラだぜ。それでは、さよなら。うふふふふふふふ。